社長、お疲れ様です。お疲れです。社長、はい、今日はこれどうしたんですか？今日はですね、はい、愛車紹介。あ、愛車紹介ですか？愛車紹介。今日もすごい車が来てますよ。また来てますか？そう、来てる。ありがとうございます。オーナーもすげえんだよ。どういうことですか？いや、なんかもういろいろすごい、なんかいろんなのが乗っかってて、いろいろすごい。そう、いろんな属性がいろんな属性が乗っかってて、いろいろすごい。なるほど。ちょっとか、あ、なんか新しいね、今回のオーナーは。はい、なんと女の子。女の子、まあ、まず一つ目、女の子、まあ、女の子乗っかるじゃん。はい、ね、まあすごいですね。すごいでしょ。女の子が乗れましょうか。そう、スーパーカーだよ。いや、しかもスーパーカー。スーパーカー、はい、女の子です。で、なおかつ、はい、もう一個あって18歳。18歳の女の子。どういうこと？18歳のスーパーカー乗る。そう、そう、しかも可愛い、はい、これももう一個乗っかるから。やばいですね。やばいよ。どうするこれ。何が起きちゃってるの、うん、ちょっとまあとりあえず見てもらった方が早いね。あ、わかります。はい、あ、もうなんかもう一個乗っかってた。ドラえもん。ドラえもん。ドラえもん乗ってた。オーナーさんです。はじめまして、はい、オーナーさん。なんかテープ出てるこれ。テープ出てる。なんだこれ。買い立てだから。あ、買い立てだからね。あ、じゃあちょっと開けますね、はい、オーナーさん。はい、じゃあ降りてもらいましょうかね。はい、はい、はい、よいしょ。オーナーさん。どうした、オーナーさん。18歳。18歳です。18歳だよ。あまりにも若いですね。あまりにも若くて可愛いだろ。可愛いね。そう、はい、これ車なんですよ。ウラカンエボスパイダーです。ウラカンエボスパイダー、はい、すげえな。ウラカンエボスパイダーに18歳が、18歳。しかも女の子。しかも女の子、うん、とんでもない。しかも美人さん。しかも、うん、どうするこれ。なるほど、そういう属性が。そういう属性が。そう、やばいですね。やばいね。その秘密、うん、なぜ変えたのかとか、ちょっと気になりますけど。うん、まあそれは後で。それは後で、はい。とりあえず車の紹介をね。はい、これなんで、はい、そもそもさ、これ、はい、これあれか、買ったばっかだから。そう、テープを剥がしてなくて。剥がしてない。これさ、恥ずかしい。そうそうそう、ほら、これね、これ、ほら、ま、買ったばっかだから、ほら。買ったばっかすぎて。そうそうそう、買ったばっかすぎちゃってさ、はい、これ、こう直しとこう。でも分かります。なんかテレビとか、iPhone とか。分かる。剥がしたくないですよね。そうなんですよ。傷がね、はい、嫌だよね。そうなんです。ね。どういうことなんだろう。ね。で、ドラえもん。はい。ドラえもん好きなの？ドラえもん好きじゃないけど。好きじゃないけど。水色がドラえもんっぽいなって思って。なるほど、なるほど。あ、じゃあ色から合わせたってことね。はい、そうです。なるほどね。あ、でもすごい。ちゃんとしてる、シールも。ラッピングっぽくないけど、ない、そう、ない感じなんで、うんうん。あとなんかこう中もさ、見て、はい、ドラえもんが、あ、至る所にドラえもんがこうたくさんいらっしゃるね。そうなんですよ。でもそんなにドラえもん好きじゃないから。なんとなくです。そうそう、っていうか名前なんだっけ。名前、あ、まひろです。まひろちゃんです。まひろちゃん、なんて呼ばれてんの？まーちゃんとか、まーとか。まーね。まーちゃん、これシート白で、はい、いいね、かっこいいね。そうなんですよ。で、まーちゃん、あの、はい、これもいいじゃん、このなんていうの、そう、モニターになってるんですよ、センターのね、はい、モニター。あー、これエボだからここなの。そうなんですよ。これが良くて、ね、あとオープンがね、はい、日焼けとか大丈夫？めっちゃ日焼けします、ね。そうですよね、黒くなりました、ね、今もちょっとさ、夕日が出てるから、ちょっと女の子にね、申し訳ないけどね、うん、日焼けちゃってね。日焼けとか、はい、ちょっと気にしたけど、はい、でもやっぱスパイダーになるんだから。そうなんですよ、オープンが良くて、どうしても。なるほどね。あとこっち来て、まあ、ホイールはノーマルなんだけども、うん、なんかマフラーすごいんだけど、これ。そうです、ね、あの純正からアキラポビッチっていうのに変えてます。アキラポビッチ。アキラ、アクラ、アクラポ、アクラポビッチ、アクラポビッチ、アクラポビッチ、ビッチ、アクラ、アクラポビッチ。なんか あんま聞かないというか。そうですね。どこのやつこれ、海外？スロベニア共和国っていう。スロベニア共和国、どこだよ。はい、スロベニア共和国から輸入してる。そうなんです。のマフラー。どこだよ、いい、うん、誰も行ったことないよ、スロベニア共和国。すごいな。そう、こだわる。まーちゃんこだわっちゃうから、はい、そういうことになる。そう、うん、音いいんだもん ね、 これね、めっちゃいいです。そうそうそう、そういうこと。そっか、ちょっとじゃあ乗ってもらう。あ、ちょっとエンジンをかけてもらって、はい、ちょっとモニターとかちょっと見させていただきます、はい、閉めますね、はい、はい、おー、オッケー、すごいね。で、モニターはこんな感じになってるんですね、はい、これはモニターの感じは SVJ とかと一緒ですか？うん、ちょっと違うけど、はい、うん、ちょっと違うな、
なんかちょっと SVJ とかよりスポーティーな感じ。スポーティーだね。で、SVJ ここないから。ああ、うん、ここが。そう。あ、そうです。で、あそこで、はい。スポーツとか、そうそう、ここね。ここで。はい、そうそうそう。ここでいろいろ買えるんですね。はい。ビトンだし、すごいね、バッグね。バッグも超可愛いですね。ね、はい。ちょっとストップ。ここ見せたくないです。あ、これ裏にしてもどっちみちそうだね、裏にしてもこうでこうで、ああ、そうね、はい、バッグかわいいじゃんね、はい、屋根のこれやる、屋根の開け閉めて、はい、じゃあちょっとど屋根どんな感じか、あ、そうですね、うん、おー、かっけずっと長押しじゃない？あ、オッケーオッケーオッケー、あ、オッケー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 、もう一回やった方がいいですか？おお、かっこいいね。あ、めっちゃかっこいいです ね、おお。おお、かっこいい。ちょっとさ、まーちゃんさ、はい、あの、スロベニア共和国の音聞きたいから、はい、ちょっと2回ぐらいバンバンってやってみて、はい、オッケー、すげースロベニア共和国、すげー、スロベニアやばいです、やばいね、そうなんですよ、まーちゃんこだわりの音ということで、はい、スロベニア共和国、なんだっけ、なんだっけ、アクロアクラボビッチ、アクラボビッチ、え、まーちゃんこれ青が好きとかそういうことじゃないの？なんとなく、なんとなく爽やかで、うん、まあ水色が好きっていうのもあります。ああ、なるほどね。で、ドラえもんはあんまり別に好きじゃないと。はい、すげえドラえもん推してるけど。なんとなく、なんとなく、ね、そうだね。お値段これ、はい。いくらですかこれ？エボ。これ3900万。3900万、ほぼ4000万だよ。はい。やばくね？18歳、はい、女の子、はい。これどうやって買うのこれ？これ18歳でランボルギーニを買う方法、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、教えて、投資や事業で成功する、あとは親ガチャ成功する、親ガチャ、まあね、そうだね、あとはお金持ちを捕まえるとかありますね。逆に私どれだと思いますどれだろう、どれだろう、質問形式、はい、まあ普通に考えたら、まあ18歳で事業とかで成功って難しいと思うんだよね、うんうん、まあいると思うんだけど、うんうん、だからそうやって考えると、まあ、2番の親ガチャか、うん、まあ、もしくは3番のお金持ちを捕まえたかな、はい、秘密です、秘密です言わねえんかい、うん、秘密なの、はい、まあね、秘密ぐらいの方がね、うん、まあいいじゃん、そうそう、いいじゃん、そう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 、わかりました、はい、ってことで今日のゲストはまーちゃんでした、ありがとうございます、ありがとうございます。